船橋。船橋市では人参や小松菜、枝豆がブランド野菜として有名で、市場でもとても高い評価を受けています。また都市農業であるため、市内には新鮮な野菜が届けられ、安全安心なたくさんの農作物に恵まれています。今回最初の話題は、旬を迎え船橋の名産品に挙げられる秋大根の魅力をお伝えします。鮮やかな緑に染まる農園、岬にある柳沢隆之さんの大根畑です。秋大根が収穫の最盛期を迎え、初出荷を前にした先月7日、今年の出来栄えが報告されました。今年35度を超えてる日が記録してると思うんですけども、やっぱり自分の身を守ろうとするんで、大根も辛めな感じで仕上がってます。船橋市では北部を中心におよそ200軒の農家が栽培をしています。こういう住宅に囲まれた、ちょっと小さな面積なんですけども、その中でもそう大根を作ってるっていうのを市民の皆さんに知ってもらったら嬉しいですね。秋大根は水分量が多く、気温が下がると糖分が増え甘みが増すのが特徴です。11月に入ってくるとどんどん寒さが強くなってきますから、糖で自分の身を守るんですね。その中で甘みがすごく増して、おでんもそうですけども、煮炊きにはすごく適している大根になります。この日はおでんや大根の葉の天ぷらなど、採れたての大根を使った料理が用意されました。いただきます。大根の甘みがすごい感じられて美味しいです。爽やかなおろしがすごい天ぷらとあって、天ぷらも大根の葉がシャキシャキとしてて美味しいです。柳沢さんの家族は様々な料理に使える万能野菜だといいます。和でも洋でも、葉っぱなんかはああいうふうにちょっと中華っぽく炒めたりとかしてもあれですし、1本買っていただいても割とあっという間に、使い切れると思います。船橋市は1年を通してさまざまな野菜が作られています。中でも人参や小松菜、枝豆は船橋ブランドとして全国から注目を集めていますが、栽培面積にすると人参、ほうれん草に続き3番目に広いのが大根です。3代にわたって農家を営んでいる柳沢さんは、青首大根を栽培しています。秋に実る大根は8月中旬に種をまいてからおよそ55日で収穫時期を迎えます。秋は潮風、海近いもんですから、潮風とあと寒さを当たって甘さがどんどん増していくんですね。その辺が美味しさのポイントになるのかなっていうところですね。一本ずつ手作業で丁寧に1日およそ3000本以上を収穫します。ここ数年の異常気象の影響による苦労が絶えないという柳沢さん、大根栽培で一番大切なのは土作りだと話します。特にこの秋大根は排水がない、土の排水が悪くなると病気が出てしまうんで、1年に1回土の中岩盤を崩す作業があるんですけども、それでこういう集中豪雨とかなった時に水はけがいいような土作りっていうんですか、肥料もそうなんですけども、そういうところ一番気使ってますね。収穫された大根は作業場できれいに洗浄されると鮮やかな白に輝きます。出荷先は主に東京都内になりますが、地元の人たちにも味わってもらおうと
市内のスーパーにも届けています。販売店の一つ、マックスバリュー習志野台店。ここには地元で採れた野菜や果物を販売するコーナーがあり、鮮度の良さと旬を提供しています。船橋の大根はみずみずしくて美味しいと大変お客様から支持を得ております。はつぎ大根は鮮度が良いので葉っぱの部分まで食べたいというお客様が増えてますので、入荷したらすぐに完売してしまうぐらい人気があります。大根美味しいです大根おでんにしたりちょっと煮物にしたり、柔らかくて美味しいですよ。葉付き大根は様々な料理に使われています。特に温かい料理に欠かせない重要な食材です。葉っぱの方も美味しくいただいて、捨てるとこが本当にないものなんで、1本丸々いただけるんで、ぜひ皆さんにご賞味してもらえればと思います。秋大根は12月頃まで味わえ、葉っぱから実の部分まで全て食べることができます。皆さんもぜひご賞味ください。さて、続いては船橋市の食育に関する取り組みと、自宅で美味しく味わえる野菜料理をご紹介します。これをソースにしたりしますね。これがジュって言われるものなんですけど、トマト、ね、下手ね、若い世代を対象にプロの料理人から料理や食の大切さを学ぶシェフズクッキング。船橋の食材で健やかになる具沢山味噌汁がテーマのリーフレットをもとに制作した動画、みんな大好きお味噌汁。船橋市は美味しい食事を楽しみ、健康的な食生活を送ってもらうため、さまざまな食育活動を行っています。今年度新たに策定された食育推進計画は、食を通して望ましい食生活を実践するとともに、地域への愛着を深めるを基本理念に、健康と感謝の2つの視点で取り組んでいます。今年度から新しく食育推進計画が始まりました。2つの柱として、1つ目は食で健康づくり、もう1つは食べることへの感謝の気持ちや食文化の継承なども大事に食育を進めていきたいと思っております。食育推進計画の中には、食育に関してのアンケート結果が記載されていますが、健康のためにも、もっと野菜を食べる必要があります。肉と魚をなるべくバランスよく食べさせたいなと思って料理してます。お野菜が嫌いなので、みじん切りにしてわからないように、チャーハンにしたりとか、好きな卵焼きにくるんで食べさせたりとかしてます。刻み野菜を売ってるじゃないですか、毎日今日も買ってきた。管理栄養士の大竹さんは、バランスの良い食事を心がけてほしいと話します。まずは1回ごとの食事に主食、主菜、副菜を組み合わせることを意識されてはいかがでしょうか。主食はご飯、パン、麺などのお料理、主菜は肉、魚、卵、大豆製品などを主な材料としたお料理、副菜は野菜、海藻、キノコ類などを主な材料としたお料理です。これらに牛乳やヨーグルトなどの乳製品と果物を加えると、さらにバランスが良くなります。生活習慣病を予防するために、摂取する野菜の量は1日 350g 以上と言われています。そこで、旬を迎える美味しい野菜を使った2つの料理を作り方とともにご紹介します。とても簡単にできますので、皆様も作ってみてください。一品目は野菜のオーブン焼きです。さまざまな種類の野菜がたくさん食べられる一皿で、野菜嫌いな子どもにもおすすめです。材料はパプリカ、
ブロッコリー、レンコン、じゃがいも、あとウインナーです。じゃがいもはいちょう切りにします。そして輪切りにしたレンコン、ブロッコリー、食べやすい大きさに切ったパプリカ、ウインナー4本を半分に切ったら、オリーブオイルと塩を振りかけて混ぜ合わせます。で、今回パプリカとブロッコリーが緑黄色野菜、色の濃い野菜で、カロテンのビタミン A やカルシウムがとても豊富ですので、緑黄色野菜とその他の野菜を組み合わせた料理を食べるといいです。混ぜ合わせた具材を鉄板に広げてから、余熱をしておいたオーブンに入れ、200度で20分焼いたら出来上がりです。この他にも人参ですとか玉ねぎとか、お好みでいろいろな野菜を入れてみてください。人参と玉ねぎなどをブレンダーで混ぜて作ったドレッシングをかければ、より美味しくいただけます。次は焼き鮭と旬の野菜を牛乳で煮込んだ鮭と白菜のクリーム煮です。材料は鮭、白菜、玉ねぎ、小松菜のほか、酒や牛乳などを使います。鮭は4等分であらかじめ塩コショウで下味をつけておきます。はじめに鮭をよく焼き、一度フライパンから取り出し、玉ねぎ、白菜の芯を炒めます。とろみをつけるために小麦粉を少しずつ加え、白菜の葉を入れてさらに炒めます。ここにだし汁を加えます。あらかじめ作っておいただし汁と酒を入れ、とろみがつくまで煮ます。ひと煮立ちしたら鮭を戻します。そしたら牛乳を加えていきます。牛乳を使用しておりますので、カルシウムも取れますし、クリーム煮はとても優しい味に仕上がります。最後に塩コショウで味を整え、茹でておいた船橋産の小松菜を添えたら完成です。寒いこれからの時期にぴったりな料理だと思いますので、皆さんもぜひ作ってみてください。できたメニューを試食してみると、葉物や根菜などいろんな種類のお野菜がいただけて、美味しくいただきました。今から白菜とか美味しくなるので、すごく美味しくいただけましたし、これはお家でも作ってみたいなと思いました。健康維持には欠かせない野菜の栄養、旬を感じて毎日の献立作りに役立ててほしいと願います。ぜひともこう主食、主菜、副菜を組み合わせて、で特に副菜は旬のお野菜をたくさん使ったお料理を食べていただきたいなと思います。どちらも簡単にできて美味しそうですね。コロナ禍にあって、今まで以上に食育の重要性が高まっています。体調を崩さないためにも、改めて食生活を見直してみてはいかがでしょうか。その他の料理も市ホームページに詳しく掲載していますので、チャレンジしてみましょう。では最後にお知らせです。11月は児童虐待防止推進月間です。子どもを虐待から守るには、家族や地域の皆様の協力が必要です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、家庭児童相談室または児童相談所虐待対応ダイヤル189に迷わずご連絡ください。連絡をされた方の秘密は守られます。今月9日から15日まで、秋季全国火災予防運動が実施されます。船橋市消防局ではご覧のイベントを開催します。空気が乾燥するため、火災が発生しやすい季節です。一人一人がしっかりと意識を持って、火災から大切な命、財産を守りましょう。日増しに寒くなり、暖房器具を使うことが多くなってきます。火の元にはくれぐれもご注意ください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。